の好きな人にガシャって切ってもらったんでね、はい、適当に、はい、もう適当に切ってもらったんで、これ、はい、僕ね、エロかぶりの方が似合ってるって言われたんですけど、まあ、これが見えてる方が箱に役立つ、見えてる方が、僕はこのツバが見えてる方が一番いいかなと、思いましたね。全身迷彩柄なんですよ、ね、上下で、頭の上も迷彩柄で、はい、もうね、そう、僕、皆さんにちょっとお伝えしたいなと思うんですけれども、まだ、そんなにね、わちゃってね、増えてるわけではないんですけれども、なかなかね、店舗さんに行って取材交渉っていうんですかね、あれがちょっとできなくてですね、景品は結構ね、ちらほら各店舗さんにね、いいのがあるんですけれども、皆さんにねプレゼントしたいなって思うんですよ、これだけ僕をね支えてくださってる皆さんにね、プレゼントできないのはなんでかなって思うんですけど、それは足りてないんです。はい、人数が足りてないんです。はい、もう、まあ、概要を見ていただければもう内容が、僕がお伝えしようとしている内容が、あ、なるほどねっていうのが分かると思うんですけれども、少ないとなかなかこうなんて言うんでしょう、店舗さんにですね。お願いするっていうことがですね、できないわけですよ。で、一回ね、僕、お願いしに行ったお店が、あるんですけれども、そこへですね、電話行った時に、めっちゃ暑いな、これ。じゃあ、何人いるのよって言われて、僕デモ取ったばっかりなんで、まだ下積み状態なんでこれぐらいしかいないです、どうか、視聴者さんにプレゼントしたいんで、投資上限1時間500枚、2時間1000枚、3時間1500枚の中で、投資上限の中で、勝負をしてですね、景品を1個でも2個でも、勝ち取りたいなと、プレゼントしたいなという熱い思いをですねぶつけたところ、やっぱりこう人数がですね、はい、足りないということで、めっちゃメガネも曇っ、メガネというかサングラスも曇ってきましたけど、ね、その人数が足りないがために皆さんにですねプレゼントできなくて大変申し訳ございません。本当に陰ながらね、こうやって応援してくださってる、皆さんにですね、本当に日々感謝しているところなんですけれども、もう平成のうちに戻って、またね、平成の間にこうガーって上がるかなと思ったんですけれども、令和になってもピタッて止まってるような状態で、その一歩手前のこの壁をね乗り越えてくれないんですよ、ね、この壁をバッ、この壁をね突き破ってくれないんですよ、ね、その壁をなんとかしてね突き破りたいんですけども、まあ僕はパチスロライターでも、何でもないアマチュアな、単なるパチンコパチスロ大好きな、人なんで、もうね、はい、もう皆さんが知ってるね、YouTube 某番組のね某体に、所属してる人たちみたいにわささっとねいっぱいね出せるわけでもないね、そんな技術もない、はい、出せて僕一箱ぐらいなもんなんで、はい、幻が見えた時は二箱いくぐらいで、はい。まあというところですかね。で、今現在も奮闘中でございますので、ぜひぜひですねチャンネル登録の方と応援の方よろしくお願いいたします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。それではいきますよ。最初はじゃんけんポン。バイ。